師匠は将棋が得意だ。もちろん将棋の師匠ではない。大学の先輩でオカルトマニアの変人である。俺もまたオカルトが好きだったので師匠を師匠と呼んで付きまとっていた。大学1回生の秋に師匠が将棋を指せるのを知って勝負を挑んだ。俺も多少心得があったから。しかし結果は惨敗。角落ち、ハンデの一種でも相手にならなかった。1週間後、パソコンの将棋ソフトをやり込んで勘を取り戻した俺は、再挑戦のために師匠の下宿へ乗り込んだ。結果、多少善戦した感はあるが、やはり格落ちで蹴散らされてしまった。感想戦の最中に師匠がぽつりと言った。僕は亡霊と指したことがある。いつもの階段よりなんだか楽しそうな気がして身を乗り出した。手紙将棋を知ってるか?と問われてうなずく。将棋は普通長くても数時間で決着がつく。一手30秒とかの早指しなら数十分で終わる。ところが手紙将棋というのは、盤の前で向かい合わずにお互い次の手を手紙で書いてやり取りするという、なんとも気の長い将棋だ。風流すぎて若者には理解できない世界である。ところが師匠の祖父はその手紙将棋を夏至と冬至だけというサイクルでしていたそうだ。夏至に次の手が届き、冬至に返して送る。年に2手しか進まない。将棋は一勝負に100手程度かかるので、終わるまでに50年はかかる計算になる。死んじゃいますよ。師匠はうなずいて、祖父は5年前に死んだと言った。戦時中のことだ。前線に出た祖父は娯楽のない生活の中で、招待で将棋を指せるただ一人の戦友と、紙で作ったささやかな将棋盤と駒で飽きることなく将棋をしていたという。その戦友が負傷をして本土に返されることになったとき、二人は住所を教え合い、ひとときの友情の証に戦争が終われば手紙で将棋をしようと誓い合ったそうだ。戦友は北海道出身で、住むところは大きく隔たっていた。戦争が終わり、復員した祖父は約束通りに当時に手紙を出した。26歩とだけ書いて、夏至に34歩とだけ書いた武骨な手紙が届いたとき、祖父は泣いたという。それ以来年に2手だけという将棋は続き、祖父は夏至に届いた手への返し手を半年かけて考え、当時に出した手にどんな手を返してくるか半年かけて予想するということを、それは楽しそうにしていたそうだ。5年前にその祖父が死んだとき、将棋は100手に近づいていたが、まだ勝負はついていなかった。師匠は祖父から将棋を学んでいたので、ここで馬鹿正直な年寄りたちの生涯をかけた遊びが途切れることを残念に思ったという。手紙が届かなくなったらどんな思いをするだろう。祖父の戦友だったという将棋相手に連絡を取ろうかとも考えた。それでもやはり悲しむに違いない。ならばいっそ自分が祖父のふりをして次の手を指そうと考えたのだそうだ。宛名は少し前から家の者に書かせるようになっていたので、師匠は祖父の筆跡を真似て24銀と書くだけでよかった。応酬はついに100手を超え、勝負が見えてきた。どちらが優勢ですか?俺が問うと、師匠は複雑な表情でぽつりと言った。あと17手で詰む。
こちらの勝ちなのだそうだ。2年半前から罪が見えたのだが、それでも相手は最前手を指してくる。花を持たせてやろうかとも考えたが、向こうが罪に気づいてないはずはない。それでも投了せずに続けているのは、この遊びが途中で投げ出していいような遊びではないという証のような気がして、胸が詰まる思いがしたという。これがその棋譜と師匠が将棋盤に初手から示してくれた。26歩、34歩、76歩。矢倉に棒銀という古臭い戦法で始まった将棋は、一手一手の間に長い時の流れを確かに感じさせた。俺も将棋指しの端くれだ。今でははっきり悪いとされ、刺されなくなった手が迷いなく刺され、十数手後にそれをカバーするような新しい手が刺される。戦後進歩を遂げた将棋の歴史を見ているような気がした。74歩、突き、同銀、67馬。局面は終盤へと移り、勝負は白熱していった。ここで僕に代わり2四銀とする。師匠はそこで一瞬手を止め、また同馬とした。次の桂跳ねで細く長い罪への道が見えたという。難しい局面で俺にはさっぱりわからない。次の相手の一手が投了ではなく、これ以上ないほど最善で、そして助からない一手だったとき、僕は相手のことを知りたいと思った。祖父と半世紀にわたってたった一局の将棋を指してきた友達とはどんな人だろう。思いもかけない師匠の話に俺は引き込まれていた。不謹慎な階段と傍若無人な行動こそ師匠の人となりだったからだ。経験上その話には大抵嫌なオチが待っていることも忘れて、住所も名前も分かっているし、調べるのは簡単だった。俺が想像していたのは、80を過ぎた老人が古い家で旧友からの手紙を心待ちにしている図だった。ところが師匠は言うのである。もう死んでいた。ちょっと衝撃を受けて、そしてすぐに胸に来るものがあった。師匠が相手のことを思って祖父の死を隠したように、相手側もまた師匠の祖父のことを思って死を隠したのだ。いわば優しい亡霊同士が将棋を続けていたのだった。しかし師匠は首を振るのである。ちょっと違う。少しドキドキした。死んだのは1945年2月。戦場で負った傷が悪化し、日本に帰る戦場で亡くなったそうだ。ビクッとする。がぜんグロテスクな話になっていきそうで。では師匠の祖父と手紙将棋をしていたのは一体何だ。僕は亡霊と指したことがあるという師匠の一言が頭を回る。師匠は青くなった俺を見て笑い、心配するなと言った。その後向こうの家と連絡を取った。こちらのすべてを明らかにしたそうだ。すると向こうの家族から長い書簡が届いたという。その内容は以下のようなものだった。祖父の戦友は戦場で死ぬ間際に家族に宛てた手紙を残した。その中にこんなくだりがあった。
私はもう死ぬが、それと知らずに私へ手紙を書いてくる人間がいるだろう。その中に将棋の手が書かれた間抜けな手紙があったなら、どうか私の死を知らせないでやってほしい。そしてできうれば、私の名前で応答をしてほしい。私と将棋をするのを何より楽しみにしている、大馬鹿で気持ちのいい奴なのだ。師匠は語りながら盤面を進めた。四一角、三二香、同銀ならず、同金。その同金を角が取ってなった時、涙が出た。師匠に泣かされたことは何度もあるが、こういうのは初めてだった。あと17手、年寄りどもの供養のつもりで指すことにしてる。師匠は指を駒から離して、ここまで。